うん、実はダンプさんに聞きたいことが3個あって、うん、はい、2つはプロレスに関係ないことなんですよ、うん、1個だけプロレスなんですね、うん、どっち先に聞いた方がいいですか？どっちでもいいよどっちでもいいですか、うん、じゃあ、まずプロレスのことを聞きたいんですけども、はい、ダンプさんがやった、うん、神木デスマッチ、うん、長谷千草さんとやった1回目のやつですね、ダンプさん勝ったやつ、はい、勝ったやつです、うん、あの時って、うん、あの時に影武者だったんでしたっけ？そうそう、影薫、はい、あのね、影武者サイパンに行ってたのよ、はいはいはい、うん、そしたらたまたま、うん、松永ファミリーもサイパンに行ってて、はい、で影香織も向こうにいたの、うん、合宿ですかね、うん、合宿じゃなくて、合宿じゃなくてプライベートで行ってたの、はい、で借りてたところがあるじゃん、はい、ホテルじゃなくて、はい、チャランコのビーチクラブっていう、うん、そこで、ちょうどだから飛行機が落ちた時だよ、はい、日光の落ちた時なんだよね、はいはいはい、それ時と自分たちはサイパンにいたので、うん、で今落ちたって言って騒いでたりとかしてたんだけど、はいはい、帰りは船で帰りたいとかなんとか言ってたりする時に、うんうんうん、でカオちゃんがいて、はい、でクニちゃんとかもいて、はい、じゃあ影武者やればいいじゃんっていうんで、うん、ふざけてこうやって言って話してたら、はい、マネージャーたちがうんいいなって、カオちゃんまだプロレスにデビューしてないからね、はい、うん、いいな似てるなお前たちは、じゃあやれよっていう感じで、うんうん、じゃあそのままポンドン拍子で影香織のデビューは影武者、影武者、うん、大阪城で、すごいよね、すごいですね大阪城ホール、うん、そうですよね、うん、カオちゃん の対談と合わせてもらった時も、うん、その話は言ったんですけども、うん、プールでアフさんと、うん、カオちゃんが浮いてたら、うん、なんか豊島社か国前社がお前ら似てんなって言って、そうそうそう、うん、でなんかそれで、じゃあ影武者やればっていうおさんの声で、うん、一言で決まったみたいな、うん、そういうアイデアって、影武者はカオちゃんだったじゃないですか、うんうん、で他にもバーってみんな同じマスク、うん、同じ衣装で、うんうんうん、ああいうのってどこのアイデア、どういうところのアイデアだったの？いや、なぜか知らなきゃ急に全員分かんないふうにした方が面白いよねっていうんで、はいはい、黒いあれは中国の服みたいなやつ、はいはい、あれ本当は、うん、その頃、うん、千葉真一さんの影武者っていう、はい、黒の軍団とか、うん、影の軍団とかっていうのをドラマがやってて、はい、あ、やってたんですね、やってたの、うん、それを見てるとそういう格好してたの、はいはい、だからそっちのがいいなと思って、それ言うのあるくれるかなって言ったら、うん、着替えるのにそれは大変ですよって言われて、じゃあすぐパッと脱ぎでパッとかけられるやつでいいよって言ったら、あの影武者の、そうそう、事務所が作ってくれた、うん、覆面も全部作ってくれて、作ってくれるんだったらやれるよって言って、はいはい、自分たちでも作れないからって言って、ね、事務所に作ってもらって、ね、じゃあこれで入場しようっていうことになったんだよね、うん、自分が誰だか分かんないように、うん、未だにね、はい、影香織がね、リングの上にいるやつをね、はいはい、ダンプ松本でね、はい、乗るのよ。そうです、あ、そうですね。そう、これ僕じゃないじゃんで、はい、ウィキペディアとか画像とかやると、うん、そう、カオちゃんですよ、カオちゃん出てくるんでしょカオちゃんじゃないから、これ僕じゃないから、カオちゃんだからって言って、もう直せないからさ、しょうがないけどさ、みんなそれ使うんだよね、はい、本当に似てたかもしれない、もう、はい、それぐらい本当に似ていたし、うん、びっくりしたし、うんうん、あのアイデアっていうのは本当にすごかったですよね、うんうん、それもさ、塩野さんがさ、はい、見てなかったからさ、はいはい、あれいきなりダンプが変わりましたねっていう、はい、ナレーションがすごく違うんだよねあれいきなりダンプがどっかから出てきましたっていうような感じでさじゃあ上にいたのは誰でしょうっていう感じで、はい、あれがね、もっとね、こうやって、はい、驚いてくれて、どんどん言ってくれれば、うんうんうん、もっと盛り上がったのに、ね、はい、客席もねちょっと驚いたって感じ、ね、はい、でね、って感じだったら分かんなかったからね、うん、誰も知らなかったわけじゃない、はい、だからもちろんちぐさも、まあね、赤コーナーの人も、はい、あれって驚いてたと思うんだけどね、しろさんだけに教えておけばよかったですね教えておけばよかったね本当にね、全然どうしたんでしょう、ダンプが2人いますねとかさ、どっから下から出てきましたねとか言ってるんだよね、下から出てきました、うん、今まで下に隠れてたんでしょうかねって、隠れてるかって感じでしょうん、やっぱりじゃあ、うん、アイデアっていうのは全部考えてこういうふうにやりたいからっていうんで、はい、お金がかかるやつは全部会社にも請求してやってもらって、ね、ほとんど自分たちが考えたやつだったかな、はい、こういうふうにした方が面白いんじゃないの、はい、っていう感じでね、テレビのその時にやってきたドラマからヒントを得たりとか、しばしさんのやつとかだったりとか、うん、
そういうので見ながらいろいろとアイデアをやってた。そう、影の軍団のね、面白い、大好きでね、うんうんうん、本当にテレビ見てても全然誰が誰だか分かんない感じで、はい、いいんだよね、うん、真っ黒でね、うんうん、そういうとこからアイデアを、あの実際その試合は、ラブさん勝ったんですけども、うんうん、紙切りデスマッチってその前に、うん、ジャガーさんのラ・ギャラクティカがやった、うんうん、髪の毛と、うん、あのマスクをかけた戦いで、うんうん、ジャガーさん切ったんですけども、うん、髪切りデスマッチってその当時、うん、そのジャガーさんのやつを見た時ってまさか自分がやるって思ってましたか？思ってないし、うん、ジャガーさんのあんまり記憶ないんだよね、僕ね、あんまり見てなくて記憶なくて、うん、ただ髪切りマッチとか、うん、金網マッチやると事務所が潰れるんだって、うん、っていうのをなんか聞いて、じゃあそうなんだ、ジンクスがあるみたいで、うん、そうなんだって言って、うん、で髪切りマッチやるからって言われて、うん、うん、はい、うん、どっちとやんのって言ったら、うん、あ、そうか、そうそう、さんか、そうそう、さんか、どっちとやんのって言ったら、僕がやんの、うん、ゆうさんがやんのって言ったら、ダンプがやるって言うから、そしたら、はいはい、どっちがやんのって、あ、ちぐさって言ったから、うん、あ、じゃあそれはもうクラッシュは2人で話が決まってると思ってたのね、うん、はいはいはい、だからあ、ちぐさとやるみたいって思ってたんだけど、アスカに聞くと、うん、勝手に決められたって言って、会社に、うん、そんでちぐさとね、はい、でなんかちょっと言い合いかなんかになった時に、うんうん、じゃあアスカはトモはユウさんとやればいいじゃんって言われたって言ってたよ、うん、あそっか、会社とチコさんはもう髪切りやることは決まったんだけど、うん、トモさんは知らなかったっていうことで、うんうん、であの言い合いになった時に、うん、トモさんに、うん、チコさんが、チコさんが、うん、じゃあユウさんとやればいいじゃんって言われて、なんでダンプとやって私はユウとやんなくちゃなんないのっていう感じで揉めたみたいだけどね、それは後から聞くとね、その当時も、うんうんうん、じゃあもう勝手にもう会社はいろいろと、いろんなことが、だからね、うん、それを見ながらね、うん、その時のね、何セコンドについてるアスカの顔とか見ると、はいはいはい、もう違うよ、憎たらしいって顔して憎たらしい顔してる、ちぐさのことかわいそうっていうよりもね、うんうんうん、こうサポートというよりは、うん、セコンド好きながら私がやりたかったのにって、やりたかったと思うよね、うん、絶対 ね、 そうですね、うん、なんでちぐさなのって思うし、うん、あと一番は、うん、アスカちぐさがやられてんだから、アスカがバーって行くじゃん、はいはい、それをアスカをどけてまで、はい、あってるんだよ、そうです、なんでが出てきてんのっていう感じでしょ、はい、どけとかって言ってんだけど、こうやって抱きしめて泣いちゃって、はいはいはい、ちょっと違うんじゃないですか、あなたって言いたくなっちゃうね、アスカにじゃあやらせてあげなさいよって思っちゃうよね、ですよね、で、あの、うん、もしもあの、うん、まあ、普通に考えてみたら、うん、まあ、初めにダンプさんと、チコさんやった、うん、チコさんが負けて、うん、坊主になったってなった後に、うん、もちろんリベンジマッチは、うん、あの当たり前に多分考えるとは思うんですが、うん、あのもしちょっと何かこうひねったら、うん、飛鳥さんがじゃあチコさんの代わりに、うん、今度ダンプをやっつけるみたいな感じで、うん、2人の対戦があってもよかったですよね、うん、そうそう、やらせてあげればよかったよね、はい、1回もなかったですよ、ね、ないないない、そこがなかったんです、うん、かわいそうだと思うよ、全然もうあのチコさんとあのダンプさんのやってやる、うん、やり合いになっちゃったんで、うん、ちょっと一歩下がっちゃってる感じだよね、かわいそうだったと思うよ、うん、その時はまだアスカの方と仲良しっていうか、うん、試合を離れてね、うん、ちょっと話したりとかしたりとかして、はい、やめてからね話したりするとすごい嫌な思いをしたって言ってたからね、うん、やっぱりね、やっぱ会社の一存でもうやっぱ試合のマッチメイクって決まっちゃうと思うので、うんうんうん、いろいろ多分いろんな、まあね、うん、あの頃はアスカとやるよりもちぐさとやる方の方が、うんうんうん、燃えたし、うん、お客も喜んでたからね、うん、まあそれで良かったんだと思うんだけど、うんうん、あの再戦はどうだったんですか、うん、やる、うん、勝ってますから、うん、で再戦でまたチコさんとやりますよね、髪切り、うんうんうん、あれは、ま、負けてるよね、負けちゃったんですけど、嫌、ね、うん、だったですか、うん、別に嫌でも何でもない、うん、なかったんだけどね、うんうん、やるよって、どうせやるだろうなと思ってたからね、うんうんうん、ブリスラムかなんかホールかなんかで撮られてたよね、だったんですかね、多分ね、うんうん、そう、でもその時に、うんうん、とちぐさは、うん、あの髪の毛最後まで坊主にしてないのよ、髪切りのマッチの時ね、はい、ここの半分だけ剃って、うん、タオルをかけて、はい、そのまま帰っちゃったはずなの、見せないようにして、なんでだよ
と思いながらね、今思うと余計また腹立ってきちゃったけど、だからだから自分はもうそういうふうにはしないで、リングの上でバリカンで買ってもらって全部坊主にしてもらうっていう、はい、堂々ともうこうやってやっていたのを覚えてます、うんうんはい、なんかそんたらネクタイ着たスーツのさ、はい、なんかこんな床屋さんみたいなのがさ、はい、来ちゃってさ